アルファロメオが1950年から1959年まで生産した中型乗用車である。その高性能によって1950年代の中型乗用車でも卓越した存在の一つとして後年まで評価されている。のみならず、それまで高級な少量生産者主流のメーカーであったアルファロメオにとって、 初の戦後型モデル、かつ初の本格的な大量生産者となり、経営の一大方向転換を実現した。自流に即した、設計の革新とダウンサイジングを図って成功し、第二次世界大戦後における、アルファロメオの方向性を決定づけた重要なモデルである。設計は、第二次世界大戦後に、 アルファ技術部門のトップに立ったオラツヨサッタプリーがによるもので1950年のパリサロンで公開された。当初のラインナップは DOHC1884cc90 馬力エンジン搭載の4ドアベルリーナ1種類であったが発売当時のキャッチフレーズはレースに勝つファミリーカーなる健康たるもので同時期に登場したライバルのランチア,アウレリア等と 比較すると、気候的には、シンプルだったにもかかわらず、スポーティーで速く、しかも十分な居住性を備えた車であった。デビュー後すぐにタルガフローリオなどで活躍し、プライベーターたちからそのポテンシャルを高く評価された。なお、アルファロメオとしては4気筒エンジンの採用は、ヴィンテージ機の T4RM 以来、固定軸のリアサスペンションは、 6C2500 シリーズまでのスイングアクスル独立喧嘩からは一見逮捕であったが、ベルリーナのモノコックボディはアルファロメオでは初採用であり、エンジンも伝統の DOHC 方式を踏襲していた。ウィッシュボーン式前輪独立喧嘩やコイル支持の固定誤射軸も前輪、ポルシェ式、ダブルトレーリングアーム独立、後輪スイングアクスルの1930年代中期。 設計アルファに比べれば、むしろ一世代進歩した安定性に優れるレイアウトで、6C2500 までの戦前系モデルから完全に一線を隠していた。ただし1900ベルリーナは、当時の乗用車一般の流行に沿って、終戦直後に生産再開された 6C2500 シリーズから導入されていたアメリカ車流儀のリモートコントロールシフトを踏襲した。 これは、レースやラリーで、必須の素早いシフトチェンジには不向きであり、1900の欠点の最たるものであった。1951年には、ホイールベースを 130mm 短い 2500mm に短縮した、シャシー 1900C が追加され、後術の通りカロッツェリアによる、特製車体の製作に利用された。また、同年には、 バルブ系を拡大、圧縮比を高め、ツインキャブレターを装着し、エンジン出力を110馬力とした 1900Ti が追加された。さらに1953年には、エンジン排気量を 1975cc とした1900スーパー、1900Ti スーパー、そしてその2ドア版、1900スーパースプリントに発展。 スーパースプリントには5速ギアボックスが組み合わせられた。車体もターンシグナルランプレンズの形状変更、モールやバンパーオーバーライダーの追加などの変更を受け、またこれ以後、ベルリーナにはあまり似合わないニトーンカラー塗装が施されるようになった。ニトーンカラーによるイメージの若返り策は、この時代の各メーカーでやや旧式化したモデルにしばしば見られた事例であるが、 1900ではむしろ逆効果であった。1900シリーズは1958年にデビューしたアルファロメオ2000の登場後も2ドアモデルのみはしばらく存続。1959年に姿を消すまでに21,304台が生産された。一見少ないようだが、これは同社始まって以来の単一モデル生産台数であった。1900C のシャーシには、 イタリアその他のカロッツェリアによって各種のスペシャルボディが乗せられた。特に有名な作品はトゥーリング製の同社特許、スーペルレッジェラー方によるスプリントとザガート製のクーペであった。アルゼンチンのインドゥーストリアスカイザーアージェンティーナ製直列4気筒 2500cc、直列6気筒 3700cc エンジンを搭載した。 以下バーガンテンという車を生産した。1900M 待った1952年から1954年まで製造された四輪駆動のオフロード車。1949年の北大西洋条約機構軍の設立を受け、軍、警察用の多目的車両として開発された。M はミリタレの略であった。 エンジンは1900と共通の DOHC1884cc だが、最低地上高の確保と傾斜時の潤滑を確実に、するためドライ散布化され、低中速での扱いやすさを重視して、最高出力は65馬力に抑えられていた。さらに前輪には、トーションバーによる独立喧嘩が採用されており、アメリカ軍のジープの強い影響下にありながらも、 アルファロメオらしい凝った設計が行われていた。このためか、あるいは、どこでも走ると、大々的に歌われた、当時の広告キャンペーンのためか、まったまった、狂った、蒸気を逸したというニックネームで呼ばれた。イタリア陸軍向けの AR51 と民生用の AR52 があるが、基本的には同一の内容であった。AR51 が2007台、 AR-52 が154台生産されたのみで打ち切られ、1954年以降の軍用車には、より単純な構造のフィアットカンパニューラが採用された。新車当時、1900ベルリーナが2台、代理店の国際自動車商事を通じて、初めて正規輸入された。このうちの1台が、当時の皇太子、秋仁親王の学友の所有となり、早間にて、 秋人と新能がこれを運転したという逸話が残っている。この2台のアルファロメオはイタリア人宣教師が1954年に落成した東京都目黒区のカトリック、門屋教会の建設資金を賄うために国内に持ち込み、国際自動車商事が販売したものと言われる。ありがとうございます。